お疲れ様です。アットです。今回はこちら、ミラーの一気でございます。はい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 。というわけで、今日はですね、ちょっと一段とテンション高いんじゃないのって皆さん思ってるかもしれませんが、まあこれには理由がありましてね。はいはいはい。それが、まあ、あれですね、まあ、知ってると思うんですけど、まあ、イサボロンさんと、まあ、あと、ポノスポーツ所属の、まあ、ローラ選手の、なんか、何ハイテンション対決みたいな、意味わからない企画に僕も巻き込まれて、こうなってますってことで、まあ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 、で、このハイテンションが、いつまで続くのかって言いますと、まあ、僕が、この試合をですね、こう、始めたら、終わりでございますってことで、まあ、それまでね、この、ちょっとうるさい、感じなんですけど、まあ、我慢お願いいたします。はい。ということで、まあ、勝負なんで、これ負けたら多分なんかしないといけないんで、まあ、ハイテンションだなと思ったら、もう高評価ぜひお願いします。ということで、今日はこのデッキやっていくんですけど、まあ、よくあるミラーテンプレデッキですね、僕の。はい。で、まあ、このミラーの枠に、今回はこのアウトローにギャングにコウモリっていうね、この枯渇枠をもうぶち込んだ。枯渇、まあ、ミラーみたいな。まあ、ミラーデッキですね。はい。ってことで、まあ、行きますね。これでもう対戦始まれば、もうこのハイテンション終わり。よし。ってことなんで、まあ、こっからはですね、普段通りに行きたいなと思います。はい。はぁ、しんど。なんじゃこりゃ。本当に、集中できないですけど、こっからは一回リセットですね。はいはいはい。ってことで、まあ、気を取り直して、まあ、今回はミラーデッキの、ちょっと変わったバージョンと言いますか、いつもとは違う感じなんですね。ミラーデッキでございます。で、これは、まあ、プリンセスやギャングやアウトローに対してどれかにウッド使わせたら、まあ、どれかが生きるって言った感じのデッキでございまして、だから、多分今までのミラーデッキだとなんか 2.3 とか 2.4 で高回転すぎたんですよ、僕のデッキ。そうだからなんか結構使いにくかったり、なんかエリクサーが漏れてなんかみたいな感じのことがあったんですけど、今回のやつは 2.8 かなで、まあめっちゃ、まあ軽いっちゃ軽いんですけど、めちゃくちゃ軽いわけではなくて、しかもアウトローとかなんかギャングとかっていうなんか普通に単体でなんか強いじゃないですか。みたいなやつらが多いんで、結構使いやすいと思うんですよね。はい。まあ、いつもそれ言っちゃってるんですけどね。使いやすいみたいな。で今回こそは使いやすい。はず。なんでね、まあ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 、やっていきながらちょっと使えそうだなと思ったら、皆さんにぜひ使ってほしいなと思いますね。はい。ってことで、相手は、ホグ。相手は、なんかコウモリアーチャーなんか、あんま見ないホグですね。これちょっと延命したいですね。で、ここにファイヤーボール打ってくるかな。そしたら多分、こんだけ出したら。あ、まだ、コスト的な問題かな。はい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 。まあまあ、打っていきますよね。で、これディガー飛ばしたらゴブリン来るんで、ここにウッドも転がしてあげます。よいしょ。はいはいはい。で、これはトルネードですって、まあ、これでノーダメですね。よいしょ。で、まあ、プリンセスは出してもどうせファイヤーボール打たれるか、なんか処理されちゃうんですけど、まあ、気持ち出してあげましょうね。はいはいはい。で、まあ、後ろから組み立てて、することないんで、まあ、コウモリ、セッパー。で、ディガー飛ばして、まあ、ゴブリンが来た時用にね、同じように。はいはいはい。来なかったんですけど、こうもう、ウッド削りみたいなとこあるんで、このデッキ。このデッキのまあ弱点が、削りスペルがないっていうところで、ウッドが唯一の削りスペルなんですけど、だからウッドはどんどん転がしていかないと、まあ、転がすためのもんですからね、これも。はいはいはい。これでディガーが2発しか入ってないんですけど、まあ、ウッドが入ってるからいいみたいなとこありますね。よいしょ。で、ここトルネードで吸ってあげて、はいはいはい。で、このプリンセスが延命したいけど、まあ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 。こういうこともありますね。あと1800。問題が、あれなんですよ。削りきれない。削りきれない事件があるんですよね。で、これはもう、防衛は賞味できるんですよね。多分。ほぼ確でダメージ入らないから、と言いつつ入りそう。いやー、危ない。まあまあ、ここですね。ここで、しっかり攻めましょう。トゥダン。からのウッド。えい。えい。えい。はいはいはい。もう一気に。
気にもう何歩何歩か削った、何歩か分かんないけどめっちゃ削りましたね今一瞬で。こうディガーのミラーが多分皆さんの思ってる以上にめっちゃダメージ与えるんですよ。このアーチャーのダメージ防いで、あーここはプリンの延命のためにウッド使って、そしたらここに多分ザップとか使ってくるかな。あーそういうパターンね。これはプリンセスで大砲処理して、でここに5打ってきたらもう一回、もう一回プリンチャンスね。で、ナイト早急に処理。はいはいはい。で、これもウッド転がす。あとウッド8回っすね。8回ぐらい。まあ、適当ですけど。アウトローで延命からのディガーからのディガー。はいみたいな。これ勝ったな。で、からのプリンセス。よいしょ。よいしょ、いやー気持ちいいな。気持ちいい。ホグがまあ相性いいのかもしれないですけど、トルネードあるんでね。まあ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 、勝ったんで良きですね。ってことで次ですね。はい、ってことで、でこのデッキなんだろうな、結局やっぱ中型スペルがないからクロスボウが来るとまあしんどいかな。でもアウトロー出してウッド出してヤングみたいなことすれば言うてなんかなんとかなりそうっていうのもあるんですけど、あ、迫撃もしんどいってことで、置物がしんどいですね。はい、ですけどまあ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 、こっからですね。とりあえずプリンセス出して、これは多分右のプリンセスがちょっと届かないんで、コウモリでちゃんと防衛してあげます。うーじゃん。で相手はジャイ、まあ、これに合わせてもアウトロー出してあげて、ジャイと、はい来た、はい来ました、勝ちました、勝ちです、勝ちです。多分っていうか、違う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 、俺の予想と全然違うよ。ちょっと待って、今勝ちって言ったのは相手がギャングにコウモリにジャイだから、絶対ジャイスパイアンみたい、ジャイスパイアンじゃなくて、あの、わかります、あのジャイ三重視やんって思ったんですよね。え、待って待って、スパーキー入ってる、入ってるやんそれ、なんでやねん。まあまあまあ、ジャイ三重視と思いきや相手はジャイスパ、多分ここにセパレートギャング、あ、全然違う、さっきギャング使ったわ。まあでも右側のギャングが結構刺さるやつや。まあこれが狙いなみ、狙いみたいなとこあるっすね。はい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 、よろしくと。でも今のところ相手のスペルが多分ザップしか見えてないんですよね。だから多分矢の雨はないと考えたら、まあプリンセス無双ですね。はい、とりあえずこれはもう後ろからアウトロ出したところでスパーキーの餌になっちゃうんで、単体のアウトロが相手はしんどいみたいな。はい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 。でもプリンセスを2体作ってあげて、もうこの2体でスパーキーを処理。もう。で、トルネードで後ろに吸ってあげて、待って、もう一発、いやー、危ない、オッケー。で、コウモリ出してあげて、で、これに、今、ザップ使ったな、俺は見たぞ。もうこれ逆サイに、アウトローギャング、ブッパ。あー、けど、みたいな、アウトローだけ、オッケー、オッケー、後衛の来ればいい。もうプリンセスが暴れてますね。で、はい、またトルネでとりあえず吸って、やばい、プリンセスがやられるとピンチ、ピンチ、これは1個守れないか、いやー守れないけども、まあ考えてください。あ、待って、この今のライン通知は気にしないでください。はいはい、あと400なんでね。ディガーミラーでよいしょ、てん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 、はい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 、という感じでね、グッドゲームですね。ちょいと通知を切ろうってことで切ります。はいはいはい、ちょっと切り忘れですね。まあよくありますね。ってことで、まさかのこのデッキでマルチ調子がいいっていうやつですね。今やばい、これで今5連勝ぐらいしてるのかな。さてはさては強いミラー時代っすかね、そろそろ。ってことでラストですね本日。まあアウトローギャングトルネットなんで、まあウッドを転がすかギャング流すかみたいなところはありますね。よいし
で基本的にプリンセスをミラーしていけば何が来ても守れちゃうみたいなところあるんで、よいしょ。ただ三重子が来たらもう美味しいですね。トルネーウッドのミラーで8コストで三重子9コストを処理することができて、しかもウッドってこの辺で転がすんで、そのエリクサーの何です、ん？タワーにダメージも入るんですね、ウッドの。なんで1ヤード取れて200ダメージ与えれるみたいな。なんで30しくるとめちゃくちゃ美味しいんですよね。よいしょ。相手これは多分ゴレっぽいですね。よいしょ。入れ、刺され、オッケーオッケー、いいよ、ゴブリン、ゴブリン、頑張れ。よし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 。いやー、もうこのダメージが美味しい。で、後半のゴレが、まあ、意外としんどい感じもあるんですけど、ですけどですけど、ここですね、ここをしっかりプリンセスをミラーしていきます。でミラーする位置とかなんですけど、ちゃんとしっかり両サイドに分けてトルネードで2体が同時に処理されないようにします。なんでこれを出したら、ここに出しちゃうと両サイドに分かれてるんですけど、トルネードで全部されちゃうんで、ここの右下とかにですね出してあげると、意外と、あ、ポイズンか、まあまあ、よいしょ。はいはい。で、ギャングとコウムリがあることによって、守りやすい。よいしょ。ああ、痛い！はいはい。で、ここのプリンちゃんに、まあ、ランバーかベビドラかが来るんすよね。おや？ん？で、このランバーをトルネでキングキッドしちゃいましょう。で、この瞬間に多分ゴレ来る。ああ、ゴレ来ると思って攻めたけど、ゴレ来ないやつやー。で、これにゴレ来るやつやー。やばい。いや、違う。やばい。これさてはやばい。ピンチ。ちょ、待てよ。ここは急いでプリンセスを作ってあげます。やばい。はい。はい。はい。オッケー。で、これは2200を削りたいとこなんですけど、さては逆っすね。今相手、ザップ使ったから、これ攻めたらここで多分防衛ポイズンをしないといけない。あー、うまい！頑張れ、アウトロ、あー、相手もうまい。延命。延命！オッケー。オッケー。トルネポイズンザップな、突破したいんですよね、これでも。全然勝てないことはないと思うんで、これは。よいしょ。多分常に攻めてれば相手はゴーレム出せないですよね。あー、そういう系だね。これ端前プリンで削り、うわー、そっちサイドか。で、これも逆サイ攻めたいですね、この間に。攻めたいけどもみたいなところ。やばいやばい、このコストがもったいない。サイトやばい、プリンちゃんがいない、プリンちゃんがいない。プリンちゃんを作るのがこのデッキのすごい大事なところで、やばい、トルネでまとめられたらダメってさっき話したやん。まとめないで、やばいやばい、プリンセスが知るとやばい。待って、違う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 、耐えれるの、耐えれるの、くそ、マジかマジか。プリンセス最後あれですね、トルネで2体守られ、あの、まとめられたのが、いやー、悔しいな、悔しいですね。これは勝ちたかった。くーってことで、今回いろいろありましたけど終わります。ってことで、まあ良ければこちら使ってみてください。ってことで終わります。ではバイバイ。